何が欲しいっていうのも、うん、このフェラーリとかっていうのだともう抽象、うん、的すぎて、フェラーリって言ったって、はい、ロレックスって言ったっていっぱいあるわけです、ね、何が欲しいっていうのを、どういう生活がしたいっていうのも、はい、じゃあタワーマンションってどこに家賃いくらのやつに住むんだっていうのも、はい、もう明確にして、もうもしくはこの周りを見返したいんであれば、もっともっと自分の認めたくないコンプレックスをもう紙に全部書き出して、はい、あとは見返したいやつも全部書き出してっていうので、徹底的にそれを紙に書くバインドマップに落として、第三者 の目線でちゃんとそれをやっぱり自覚するっていうのはそもそも重要そういうことができてやる気になったところで。